どうも斉藤紳士でございます。さあ、えー、っと今日はですね、ちょっとサムネを見て、えー、ね、えー、どんなことをやるんだこいつはという風うに、えー、思われているかもわかんないですけど、まあ書いてある通りでございます。今日やるのはですね、えー、お <laughs> 面白くない小説ベスト5というのをね、えー、やりたいと思いますけれども、えー、もうどうしたと。 あのもうね、えー、ついに小説を書くのをやめるのかとね <laughs> <laughs>、えー、出版社をけんにね喧嘩売るのかというふうに思われるかもしれないですけどまあそういうことじゃなくてですねしかも僕の意見ではございません、えー、僕面白くない小説っていうのはほぼないと思ってるんですね、えー、まあそれはお笑いのネタでもそうなんですけれども、えー、ある程度売れてらっしゃる方とかのはやっぱり 誰かがこうね多くの人が認めるっていうものは何かしら美点があるんだと思うんですよ。僕が分からなくてもね。で小説ももちろんそういう風に思いますので、まあ、僕が本当に面白くないっていう風に思った小説っていうのは前にね動画にしてると思うのでぜひご覧ください。はい、一個だけあります。えー、もう読み終わった時に投げ捨てたのは1個だけあるんですけども、それ以外の小説っていうのは別にその面白くないなという風うには。 まあ思わないことはないですけど、<laughs> それは中にはね、中には多いっていうのもありますけども、うんでもまあそれは別にね、えー、いいじゃないかと、もうほぼほぼ思わないんですけども、じゃあ今日の面白くないベスト小説ベストファイブって一体何なんだと、言われるとですね、まあほとんどがあのサムネで釣ろうと思ったわけでございます。はい、だからあのそんな怒らないでいただきたいですし <laughs>、あのファンの方はすごくこう。 不愉快に思うかもしれないんですけど僕はあのネット上であくまでこう調べた結果出てよく出てくる名前の小説を一応挙げさせていただきますけれども決して面白くないとは思わないというか僕はほぼほぼ読んだことがありません今日挙げるやつは。だから僕自身が面白くないと思ってるわけでもないですしで別にネット上に上がってるか本当に面白くないのかといったらそういうわけじゃないと思うんですけれども。あの ちょっとここ多いっていうふうに言われることが多い、えー、っていうのは逆に創作をしてる人からしたらここを注意しようみたいなふうに思うと思うんですよね。で例えばなんですけどあのその面白くない小説っていうものの要因としていくつかある中の一つとして結構挙げられるのが主人公の目的が明確ではない。ね これってね、実は非常にこう、えー、読んでてつまらないとか面白くないとかっていうよりも不安になるど,どうこの人は何をしたいのかなっていう、えー、何をしたくてこんなにいろいろ翻弄されて、えー、それでもこう頑張っているのかなっていうのがよくわからないねそうでしょマリオだってピーチ姫を助けるっていうね目的があるからあれだけ頑張ってるピョン飛んでるわけですよ、ねそ <laughs> なければおっさんがただただキノコ食べてこうなってるだけですから、えー、<laughs> 何なんだということなんですよ。えー、やっぱ目的は明確でないといけない。それは別に、えー、何でしょう、純文学でもそうだと思うんですよ、うん。ただ何気ない日常を送っている小説だとしても。 なぜ彼はこう淡々と生きるんだろうみたいな、それが目的とまでは言わなくても、こうなんでしょうね、どこに向かっているのかぐらいは明確にしておかないと読むのがしんどいんじゃないかなということで。はい。で、あと登場人物が多すぎて把握できないというのがよくあります。はい。これはね、中上賢治なんか読んでるとそういうこと非常にあるんですけども、その面白さってあると思うんですけども、まあそこを面白いと思える人って結構、 うんまあ読書習慣のある方じゃないのかなとねパッと見初見でね、えー、もう登場人物がね3ページぐらいしか読んでないのに100人ぐらい出てきたら <laughs> もうええわってなるのはまあ普通だと思うんでね、えー、っていうようなところに注意してですね、えーまあえー 書くっていううこととは大事だと思うんですけどまあまあまあそういうようなところでちょっとねそういうなんか面白くないぞって言われる小説あると思うんですね、えー、前置きが非常に長くなったんですけれども早速いきたいと思いますネット上でよく書かれている面白くない小説ベスト5第5位 <laughs>、えー、木内和弘さんの「わらの盾はいえっとこの小説に関してはですねえっと一応こうなんて言うんでしょうまあ僕これ映画は見たんです実は映画は見たんですけど えっと、非常に、えっと、内容は面白いですよ。あの、な、ちょっと僕、うろ覚えなんですけど、まあ、凶悪犯罪者をどっかにこう、護送するのに、こうね、警察が守らないといけない。なんでこんなやつを守らなあかんねんっていうふうな、 まあだからそれが藁の盾ですよね、えー、こんなどうしようもない人間のクズのようなやつをなぜ俺たちは守るんだみたいな、えー、ところを書かれてる結構だから心理的にこう何て言うんですかね葛藤が描かれてないといけないのにちょっとねこうまあ心理描写みたいなのが非常に薄いと。 いいうとととこころろで非常に面白くないぞと言われるるがあるんだそうですだからそういうのね今こうやって紹介してますから皆さん肝に銘じて、えー、書いてそして読んでいただくというのもねいいと思います、はいえー。続きまして第4位、はいえー、これはですね樋口雄介さんの「ピース」はい、これなんか前僕一回紹介したことあると思うんですけれども、あのー、面白い小説だということで話題になっていまして。 えっと、まあ、あ表紙がね、なんかもうすでにちょっと謎が一個あるみたいなことがあったりとか、どんでん返しです。驚愕とかってね、書いてるんですけど、そうじゃないらしいです。で読んだ人曰く、そんなに帰ってないと。めんこがめくれたぐらいの感じらしいです。えー、どんでん返しだからひっくり、うわちゃぶ台ひっくり返してくれんのかなと思ったら、めんこがペンってね。 なったぐらいらしいいしです、えー、読んでないんで僕はわからないんですけどもだからこれねちょっと一つ思ったんですけどもこうなんていうんですかジャックがこう大げさすぎるとか,かなんていうんですか古代広告というかう大げさ嘘大げさ紛らわしいっていうね AC がよく言ってますけどもああいうようなのを大風呂敷をバーッと広げすぎるとそうなんやと思って読むと何やっていう肩すかしを食らうっていうのはこれはお笑いでもあるんですよね。 えー、こんな面白いめちゃめちゃやばいシステムのネタ作ったらしいでもう漫才のあ歴史変えるらしいだからあの m 1とかでもアナザーストーリーが僕嫌いな理由もそれなんですよもう上げて上げてってやるから見たらあまあ面白いけどってなったりとかねするんで というところですね。これはちょっともうちょっとこう抑え気味のね、えー、帯とかにね、どんでん返しとかあんま書かない方がいいかなという感じなんだそうです。はい。第3位。山田悠介さんのリアル鬼ごっこというこ、はい。これはね、よく名前が挙がるんですけど、理由については書かれておりません。<laughs> あのー、リアル鬼ごっこ、まあ、映像化もしましたよね、確かね。えー、まあ、僕も見てもないんですけども、まあ、えー、ちょっとなんかおかしいらしいです。はい。えー、続きまして第2位。罪、えー、の夜さんの君の水臓が食べたいです。君の水臓を食べたい。ごめんなさい。君の水臓を食べたい。はい。えっ、ー、と、これ非常に感動するというお触れ込みでね。えー、まあ、これもだから古代広告なんですよ、結局。すんごい言われてる割に、 泣けるぞ泣くぞ泣くぞって読むと、ああ、まあそうか、そういうことか、ぐらいの感じになるっていうことなんです。僕もあの、えっと、アニメと映画と実写のね、は見ました。けど、僕もその感じでしたね。その、泣けるぞ泣けるぞハンカチのご用意をみたいなこと言われると、なあそまあ、いい話だけど、ってなっちゃうっていうね。 だから何もまっさらな状態で見たらきっといい作品なんだと思いますけどね。はいそして第 1, 位第1位はですね、えー、森見富彦さんの「熱帯、はいえー」これね、えー、書店にばっと並んでますけれどもまあ,あのまとある投稿を見るとですねあのすごく森見さんの大ファンの方が大ファンだと本当にファンなんだけどもこの熱帯だけはこの森見さんの悪いところが出てると。えー どういうところなのかわかんないですけど僕は。なんかすごく悪いところが出てるらしいです。はい、えー。なのでね、森美さんのファンからしても多いっていうところがあるんだそうなんで、えー、どうなのかっていうね、ところでございます。はい。 冗談でですすし、えー、面白くなないいわけがないんですけがんれどももちろんもう書店に並んでる時点で面白いんですけれども、えー、こういうところをつつけちゃうぞっていうところなんでもう、ね、自分で書かれてる方はそういうとこ気をつけましょう例えば、えー、人物描写が薄っぺらいすごく面白い設定を考えても中に出てくる人の心理描写が薄っぺらかったらダメだしねうんやっぱどんねん返しとかね あまり思わずに書くとかね、えー、なんかそういうところをちょっと注意して、えー、書くというのもね、えー、一つの参考になると思いますのではいというわけで今日は以上でございますどうもありがとうございました。